このアイラインのアイテムはですね、今世界中いろいろなツアーで使われています。 PGA ツアー、LPGA、日本のツアーももちろんですし、ヨーロピアン、もういろいろなところで、合計すると何百人のツアープロの選手たちがこのアイテムを使っています。でですね、よくこのアイラインの商品って何が素晴らしいのっていうのを聞かれるんですけれども、このアイラインというのはもちろんこれは商品ではあるんですけれども、商品そのものよりかはシステム、このシステムが実は何百人のツアープロたちから支持されている。どのようなことかと申しますと、今ですね、本当に世界のトッププレイヤーたちがこのアイラインを使ってはいるんですけれども、おのおの使ってるアイテムって違うんです。で、なぜそれが違うかと言いますと、はっきりとあなたの課題はこれ、あなたの課題はこれ、そういうのを出すシステムを作り出したのがアイラインなんです。そのシステム、4エレメンツというシステム、これを皆さんにご紹介したいと思います。この4エレメンツ、4つの要素、これがですね、パッキングのシステムの中にあります。このシステムというのは、一つはアドレス、一つは軌道、一つはインパクト、一つは距離ですね。で、今言ったのがですね、これ順番、これが非常に大事なんです。例えばですね、最初のアライメント、クラブフェイスがターゲットに向けてない人がパーフェクトなストロークをしたら絶対入らないんです。なぜかというと、最初にアドレスができてないからです。ですから先にアドレス、でこれができた人が次に軌道、でこれができた人がインパクト、でその後に距離、この順番を守っていけば必ずあなたに必要なアイテムというのが明確になるわけです。でこれが明確になると、あなたの練習課題はこれという定義がはっきりできるわけです。でそうすることによって、それをずっと続けて練習していくと上達していく。ですから A というツアープロはアドレスをチェックする場合もありますし、 B というツアープロはインパクトを練習する場合もあって、自分に必要なものを明確にするというシステムであるということを皆さんにまずは理解していただきたいと思います。